So that tour went for like 120 shows, and this tour is about 151 shows. So even 3 years later, I'm still going to more places, places I've never been. Every time I decide to go on tour, I try and go to a new area, somewhere I've never been, because I still feel like there are people to see and play to and that have never seen me, and audiences to win over. So like coming up for our last leg for the Prismatic World Tour, we... は学生時代やんちゃだったらしく、地元の友達はちょっと怖い感じの人が多いの。付き合って間もない頃、そんな彼に初めて彼の地元に連れて行ってもらった時の話。彼が地元の友達に私のことを紹介すると言って、彼の仲いい友達と食事をすることになったの。私人見知りで緊張しまくり。彼の地元に連れて行ってもらえるのは嬉しいけど、なんかちゃんとしなきゃって思いすぎて余計に緊張してガチガチに。そして食事会に現れた彼の友達は、今まで部活に生きてきた私にとって関わることのなかったタイプの方。そして彼の友達の彼女さん、その彼女さんはすごく綺麗な方で、芸能人の卵だと言っても信じちゃうほどなのに、気取っているわけでもなく、とても上品な方。失礼のないようにと思えば思うほど緊張して、全てが空回り。最初は彼の友達も笑ってくれていたけど、最後にはこの子大丈夫と言わんばかりの表情になっていた。もう彼に恥ずかしい思いさせちゃったと思って、自分自身情けなくて、今にも泣きそうなのをこらえるので精一杯だった。すると彼の友達はトイレに、彼女さんは車にタバコを取りに行き、私と彼の二人になった。その時に彼は私の手を握り、こう言ってくれたんだ。どないしたんや、緊張したか。ちゃんと俺は分かってるから。 Please repeat after me。 どないしたんや、緊張したか。ちゃんと俺は分かってるから。